います。おはようございます。高内さんでいらっしゃいますか。はい、どうも、はい、雪が降ってきましたね。そうですね。でもパンダにとっては嬉しいので。今日は何日目ですかね。今日はですね、パンダに会えた日だけでいうと3120日ぐらいですね。いつもこんな早い時間に。はい、だいたいそれぐらいの早く来て並んで待ってます。毎日上野動物園に通ってジャイアントパンダの写真を撮って、ホームページにアップしている高氏と申します。仕事はホームページを作る仕事をしています。いつも椅子に座ってパソコンを広げて開園前の2時間仕事をして、パンダをまた2時間見てっていう感じでやっています。仕事の空き時間に上野公園でちょっとブラブラ散歩をしていましたら、有名なパンダを見てみようかなって本当に軽い気持ちで入ったんですね。そしたらもうその当時リリーとシンシンがもう可愛いだけじゃなくて形もなんかユニークだし、なんかとっても平和に暮らしていて、なんて穏やかで素敵な生き物なんだとハマってしまいまして、そこから毎日通うようになりました。一回並んでも見られるのが2分ぐらいしかないんです。すぐ終わっちゃうんです。なので何回も並んで少しでも多く見ようとしています。でもほとんどずっと連写をしていますので、やっぱり結構 4,5 千枚は撮れちゃいますね。一番早い時は朝5時から並ぶことがありますですね。シャンシャンが抽選になる直前ですね。4時間半ですね。で、開園した後も3時間待ちとかずっと混んでましたね。本当もう1分の一瞬で終わっちゃいますね。たった1分でももうシャンシャンに会えればそれだけで幸せです。やっぱりパンダに通うようになってから生活がガラッと変わりましたね。これまでは会社にこもってずっとパソコンをカタカタやってた生活だったんですけど、それはもう毎朝外に出て写真を撮って、でリフレッシュした後に会社に行って仕事をするって生活になりましたので、なんかとても気持ちの切り替えができるようになりました。今日のこのシーンとても可愛かったねとか、本当に癒されましたとかみんな言ってくれるので、やっててよかったなと思います。自分一人で可愛さを独占しちゃうんじゃなくて、みんなとこの気持ちを分かち合えるので、近くの百貨店では写真展を今やっていまして、もう全部パンダも写真のハードディスクなんですけれども、これも合わせて1日にやっぱり5000枚も撮ると、この12年間でどれぐらいでしょうか、計算すると多分1000万枚ぐらいになるかと思います。なんか失敗した写真でもそこにパンダが写っているとは消せないんですよね。中国語を勉強しないとと思って。よく動物園の職員の方からも質問されるんですけど、一体いつまでやるんですかって聞かれるんですね。でもいつまでもやりますって言ってしまったので、もうそこにパンダがいる限りもうずっと一生かけてやりたいです。シャンシャンは今回中国に行くので、シャンシャンも上野の家族の一員ですので、その仲間に会いに行くっていう気持ちでこれから中国に行きたいと思って、やっぱり本場のパンダもじっくりと観察したいです。